はい、皆さんどうもこんにちは、ミネコハム ATV のミナコです。イエイ。さあ今日は大家族大量料理。はい、大家族ならではの大量料理、今日はですね角煮編ということで、なんかどうやらスタッフさんがですね無性に角煮が食べたいということで、じゃあわかったじゃあしゃあない作ってやろうということでね、もう優しいね本当に。というのも、まあ、うちのノエルさんとか、皆さんもね角煮がえらい好きなんですね。だけど私すごい最近めちゃくちゃサボってた、角煮全然作ってないわ。もうなんなら1年ぐらい作ってないかもしれない。ということで角煮食べたくなったので作ろうと思います。今日はですねこちら圧力鍋でいこうと思います。ただうちの圧力鍋そこまででっかくないんですね。よいしょ。そして今日の、お肉、花まさで買ってきたよ。花まさで659、571、783、806、944、3763。みな無双というわけでこのみな無双をやっていきたいと思います。なるほど、はい、確認の自覚があるってことですね。あまずこのままで焼きますね。あ、これが見たかったんだよな。最近もう手でやるようになりましたよ。大丈夫だった。では蓋入れようね。油が混ざね、めちゃくちゃ飛ぶんだけど。縦持ってるやん。すごい嫌だ。いい感じに焼けてる。よし。はい、というわけでじゃあ30分ぐらいちょっと下茹でしていこうと思います。味付けとかどうしてたんですか。味付けもその時々だよ。適当。うん、コーラで作ったこともあるし。じゃあちょっとここら辺ね、ネギね入れて、そして生姜も切ろう。酒よ、400に、そろそろ量りを買った方がいいね。え、それ量ってんの？うん、哺乳瓶に酒入れてるから。水400、からめっちゃー、大さじ4です。1ちゃんざらめ、2、3、4、醤油大さじ8。1、蜂蜜固まっちゃったんだよね。最近寒かったから冷蔵庫と一回入れると固まるやん。あ、そっか、蜂蜜解禁ですもんね。蜂蜜はもう大丈夫よ。蜂蜜大さじ4とか結構入れるのね。これで3だわ。これで3でいいです。3。うんこ落ちた時の音だったっすね。結構いい感じだね、再現力半端ない。
幸せね、なんかね、これで爆笑できるってね。本当だね。ハッピーハッピー。さあ、これをですね、よく混ぜたいと思います。じゃあこれ入れていきます。最高水準は決まってるけれど。ほら、あ、ちょうどいいじゃん。というわけで、加圧が終わって今ね、圧抜けたんで開けてみましょう。せーの、よいしょーい。いやー、美味しそう。テリテリやね。ちょっと味見てみるよ。これかな。あ、でも掴んだ感じはやっぱホロホロでね、いいね。いけるわ。これ。柔らかさ最高。ここで卵を入れてちょっと煮詰めていこうと思います。で、これあらかじめ作っておいたゆで卵を入れていきます。はい、じゃあしばらくこれに詰めていきたいと思います。そう、圧力鍋のね、都合で半分しかまだやってないから、あと半分炊けるね。さあ、というわけでちょっと出来上がったようなので、器に盛り付けていきましょう。ねー、最高じゃん。ブルンブルン。教科書確認ですね、これ。本当ですね。はい、じゃあというわけで作り置きということで、一旦味見してみますね。さっきよりね、多分ね、柔らかくもなってるし、味もいい。あー、さあ、最高だよ。やったー、できたー。先生じゃない。いただきます。さらにとろける。いや、味もちゃんと入ってる。メガネにしよう。これいいわ。メガネにしよう。お弁当とかにも入れるし、あとはもうなんかお昼とかさ、夜とか角煮丼とかも。さあ、今回ね、角煮さっきは作りました。作るのはちょっと工程がね、いろいろあったりし、時間もかかったりするんだけど、まとめて作っておくと何回かに分けて食べれるんで、で、家族じゃなくても本当に作り置きということで、とても役に立つと思います。皆さんもよかったら作ってみてください。